皆さん、こんにちは。今回もスプラックスブレイングサッカーのシャッフルモードですね。世界中の選手からランダムに選抜して、世界にたった一つだけのチームを作る、やるたびに完全に新しいチームが出来上がります。はい、エクアドルのサイドウィンガーですね。ベラッティ、イタリアの選手。シュート、ヘディング、意外性と、はい、ついてますね。イングランドのルーニーですね。まだプレミアリーグでプレーしてますかね。懐かしいですね。元イングランドの、エースですね。センターフォワードながら中盤のね、守備意識、インターセプト、プレッシングに至っては79と、はい、この辺非常に高いですね。まあ、センターフォワード多分最適なポジションだと思いますけど、この、まあ、オフェンシブミッドフィルダーあたりですかね。こういうところでも十分に力を発揮できる。韓国のキサウンヨン、イヒトシュタイナー、はい、スイスの、右サイドバック、右、サイドを、ね、支える選手、コロンビアのモヒカですね。非常にスピードがあります。左ですね。メキシコの選手、イングランドのセンターバック、コスタリカのセンターバック、キーパー、アメリカのキーパー入ってます。で、控えが、ポール・ポグバ、あ、珍しい、あまり引かないですね、ポグバ、このシャッフルでは。で、堂安律、レッキー、本田圭佑、なるほど、これはなかなか面白そう。堂安律、どこに入るんだろう、堂安律、レッキーと、はい、こんな感じですか。あとセンターバック入れるか入れないかぐらいですかね。で、まあ、守備的にね、ポグバ、非常にね、能力高いんで、かぶらないように、ロングフィード能力もついてるのか。いや、どうしようかな、これ。左モヒカで、堂安入れて。いや、堂安、そうか、堂安をインサイドハーフに。誰を、シューターが欲しいですね。やっぱルーニーかな。ルーニーシューターにするか。ホンダ多分ね、中盤の方がいいんですよね、これ。いや、これむ、難しいですね。堂安右で勝負させたいですね。あ、でもダメか。レッキーがいいのか。いや、ちょっとリヒトシュ、あ、そうか、下がんないのか。いや、ポグバ下げんのもったいないですね、これ。これもなあ、あんまりですね。いやー、もったいない。だから、ポグバをね、だいぶ、攻撃的にね、使いたいんですよね、要は。あ、まあ、これ行くか。ホンダと堂安律と。ちょっとポグバ下がっちゃいましたね。もったいないですけど、まあ、守備能力も非常に高いんでね、ここでも、ロングフィードもそこそこついてると。で、モヒカとレッキーのスピードウィングコンビと。で、堂安とホンダのダブルインサイドハーフ。いやー、でもプレッシングライン上げたいな、これ。上げた方がいいかな。上げるって、まあいいや、一回これで見るか。はい。ちょっとね、やっぱりセンターミッドフィールダー1枚、相手は、アルゼンチン。強豪ですね。優勝してもね、何のおかしくないチームですね、アルゼンチンは。リヒトシュタイナー。やっぱりね、ここですね。ちょっとセンターミッドフィールダーのところでプレッシング弱いですね、これだと。ちょっとフォーメーションも変えたい。やばい、やられてしまう、これ。いや、やられた。はい。もう早速ね。フォーメーションのミスですね、これ。はい。バイタル、使います。いや、これはもういってんでしょう。はい。強烈に蹴り込んでいったと。やっぱりね、今一瞬のところですけど、メッシのところプレッシングかかってないんで、ちょっと不安ですけどね。これ、上に上げる。ちょっとこれで見る手もありますね、多分。はい。うん。これで耐えられるかどうかですね。ちょっと、怖いかもしれない。まあ、やっぱりね、メッシもそうですけど、ディマリアがね、怖いんですよね。アルゼンチンは。いや、いい人じゃない。うまい。いや、惜しい。ちょっと待って。はい。ポグバのファインプレーですね。ルーニー落としの、ポグバ拾って。このね、ポグバの攻撃能力ですね。あ、マスチラノ。はい。アルゼンチンね、マスチラノだけが、要注意な。いやー、本田圭佑のミドルシュート、うまいタイミングですね、今の。ニアを狙いましたね、しかも。しっかり守ってくんな。はい。キソン4、パス本田圭佑シュート。やっぱりね、相当前がかりになってるんで、プレッシングラインに上げて、攻撃ね、格段に良くなりましたよね。ちょっと守られてんな、今の。いやー、うわありえないけど。はい。ポグバのね、うまい足元パスダイレクトで打ちましたね。ちょっと後ろから来たボールをね、うまくシュートしすぎな感じしますけど、メッシ、抑えきれてますね、今のところ。ディマリア使わせてないのが大きいと思いますね。ルーニーのシュート。はい。今ね、体一回当ててますけど、完全にね、ルーニーが
相手を抑え込んでのシュートなんでね、この体の強さっていうのがね、ルニーの本当に一番の持ち味ですよね。はい、リヒトシュタイナー、ホンダ、ポグバと、でロングフィード。今ね、悪くね、流れ非常に良かったんですけど、ちょっとやっぱりアルゼンチンもね、さすがにワールドカップね、まあ準優勝するチームだけあって強いですけど、ファーサイドうまくダイアゴナルに狙ってルーニーがね、駆け引きで完全に裏取ってシュート1点ですね。流れはいいですね、本当に。いやー、危ないね、これ止めないと終わっちゃう。はい、4-0。もう変えるところないですが、まあセンターバックを無理やり1人ね、出すぐらいですけど、出さなくてもいいかなっていうね。はい、このまま攻撃的にいきたいと思います。まあわざとね、今圧倒してる状況なんで、後半ねちょっとテンション下がるかもしれませんけど、攻撃をね削ぐ必要はないかなと思いますね。もう4点取っちゃってるんでね、あと3点取られてもいいぐらいの形で攻めれば。これ真ん中誰もいないですね。いやー、クリアか、危ない。はい、堂安律から、そうか、堂安がちょっと勝負してないですね今回。ホンダの方がだいぶ効いてんな。やばい。あ、今ね、ルーニーとベラッティの2人だけで崩しましたね。ただちょっとシュートが遠いかな。はい、あの形がね、決まるならっていう感じですよね、本当に。もう攻撃人数かけなくても、リスクを犯さなくても、はい、堂安がボール取られちゃいました。いや、既存よ。さあ、ここですね、一番怖いの。ディマリアが走って、中にメッシが待ってるっていうね。はい。なんとかね、メッシのところをアプローチ強くして、もうディマリア今完全に、ね、裏取っちゃったんで、やっぱり要注意ですね。いやー、読まれてる。うん、マッチアップがいいですね。リヒトシュタイナーなんでね、メッシにも負けてないかなっていう。はい、ベラッティが高い位置でボール奪って、もうその前にね、攻勢で完全にカウンター、ショートカウンターの形で押し込んだんでね、相手としては、アルゼンチンとしては、ね、相当守りづらい状況でしたね。ホンダからルーニーと、ホンダのパスがいいですね、本当に。モヒカのミドルシュート。やっぱりね、ホンダが相当、このキックの精度がね、本当に縦に一瞬に早く入るんで、スピードアップしますね。で、ポグバもね、その能力持ってるんですね。トランジションの変化も非常に激しいですから。いやー、ちょっとそれは無理だな。ちょっと狭すぎましたね。ポグバからルーニー、モヒカ。折り返せない。リヒトシュタイナー、ファーサイドに狙ってシュート1点と、はい、ベラッティのファーマッチですね。これは良かったですね。今ね、一瞬攻守の切り替え、ボールの場合がね、非常に、左で激しくなりましたけど、その瞬間にね、やっぱり、どうしてもね、ボールウォッチャーになって、ファーサイドなんかね、マーク外れちゃいますよね。ドアリス、ここ勝負で。カットイン、読まれてる。ダメだ。折り返して、ドアね、触れば1点ですけど、はい、というわけで6対0ですね。心残りはね、やっぱり堂安律ですね。ちょっとね、縦に勝負、内側にカットイン勝負ね、相手に読まれていて実現できませんでしたね。やっぱりね、アルゼンチンディフェンスの能力もね、特に1対1なんか非常に強い、チームなんで、組織守備はそこまでじゃないと思うんですけど、1対1のね、強さ南部チームね、本当に持ってますね。ディフェンス側も当然それ備えてくるんでね、ちょっと堂安では勝負しきれなかったかなと。まだまだね、成長途上の選手なんですけどね、堂安律これからですね。はい、で一方でね、左のインサイドハーフ本田圭佑非常に良かったですね。もうやっぱり本田がね、中盤を支え、まあ中盤の攻撃面ですかね、まあ、攻撃面に大きな変化を与えていたっていうぐらいね、本田圭佑の正確な、パスですね、これが本当に良かったですね。やっぱり中盤にね、パスが速くて強い選手、速くて正確な選手に一人いるだけで攻撃がね、劇的に展開するんで、全然ね、ゲームの作りが変わっちゃったりもしますね。今回も本田圭佑ね、単調な流れから、一瞬でね、パスくさび入れて、もうね、ガラッと状況を変えてしまうね。はい、本当に良かったと思いますね。本田圭佑動き出しはないですけどね、今回それを補ってあんまりやる、中盤2列目の位置でのボール出しですね。これが良かったと思いますね。インサイドハーフね、岡川慎司みたいなリンクマンを呼び、まあもうちょっとね、攻撃的に出て、
ゴール前でね、得点に絡むような働き方する人いますけど、本田ね、さらにもうちょっと低い位置で、ロングフィードをメインにしたね、組み立てを見せた方が、あるいはミドルシュートでもいいですけどね、はい、そういう動き方すると、本当にね、特に本田圭佑、キックが非常にうまい選手なんでね、その、特徴がね、最大限に発揮されるかなと思いますね。一方でやっぱりね、プレッシング能力、動き出し、運動量はね、本田圭佑の課題ではありますけどね、はい。今回は非常にうまく機能したと思います。で、まあ、得点ゲッター、ウェイン・ルニーと、でベラッティも決めてましたね。ただ、やっぱりね、モヒカの足元ですね、この辺と、あと右のね、レッキーも足元がやっぱりそこまで強くないということで、ここでね、スピードあるけど、意外とボールが取られちゃってたかなっていう感じですかね。で、サイドミッドフィルダーはね、一応真ん中に入ってくる、クロスにね、飛び込んだりもするんで、ちょっとね、そこの、タッチがね、一部を取ってると、そこでボール取られちゃうみたいなね、チーム全体の、攻撃のプランの問題ですけどね、はい、っていう感じですね。ただ全体的には良かったかなと思いますね。はい、まあ、あとまあ何と言ってもね、リヒトシュタイナー、まあ、ポール・ポグはね、ポグバすごすぎました。リヒトシュタイナーもすごかったですね。メッシ完封状態でね、ほぼで、ポグバももう図抜けた活躍という感じですね。はい、この辺のね、やっぱりプレッシング能力高い選手ね、まあ、ある意味 MVP ですかね、このゲームの。このね、2人がポグバ、リヒトシュタイナー、あと誰だっけ、いるおかげでね、プレッシングライン非常に高く保って、相手をね、寄せつけないアルゼンチンに対してね、一方的な攻勢に出れることができたんでね、はい、ある意味ではこの中盤の2人っていうのがね、この、ゲームを作って一番の、他の選手はね、まあ、別の人でもね、一応会話が効くし、得点ね、まあ、ルーニーとかね、得点に直結しますけど、ゲームを作る段階ってなるとね、フォワードはそこまで関与しないんで、得点能力ね、フォワードの得点能力はそこまで関与しないんで、ゲームを作るという意味では、やっぱり中盤のね、この真ん中を支えた、ポグバ、リヒトシュタイナー、この2選手がね、このゲーム全体を作ったっていうね、そういう感じですね、はい。ポジションごとに、ゲームを作るか、ゲームを決めるかっていうね、そういう役割が備わっているということで、今回はね、ポグバとリヒトシュタイナーがゲームをね、作ったっていう感じですかね。はい。というわけで、今回はサッカーアルゼンチン代表相手に6対0でした。また次回、シャッフルモードやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。